ということで、ブロックマンシリーズ18話を見ていこう！イエーイ！さすがに今日はホラーじゃないよね。どうも、スケジートリケ YouTuber のフェリー！さあ、本日は最近ホラーにハマってるダイブスタジオさんのブロックマンシリーズ見ていきたいやけれども、前回がめちゃめちゃ濃厚なストーリーやって、まずはカメラウーマンの視点から始まった思ったら、その後アップグレードタイタンスピーカーマンがごっつい甲冑みたいなの着て登場したんよね。んで、その後舞台はスケビリトイレのアジトの中になったんやけど、その中でテレビウーマンが絶対に呼んではいけない禁断の書、スケビリアポカリプスを呼んでるシーンで終わったんよ。まあ、今回がその後の話を描くんかわからへんのやけど、サムネイル見たらなんとアップグレードタイタンカメラマンズバー書かれとったから、とんでもない回になることは間違いなし。まずは早速最新話楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者10万人目指してるので、スケビリトイレが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ほな行こうか。始まりました。おお、いきなり、いきなり、これ何、空飛んでんのか。こう、あ、なんか文字書いてた。ちょっとまた後で見るわ、あれ。これ、やば、うお、やべえ。迫力えぐいて。あ、やばいやばいやばい。おーおーおー、すごい、すごい、穴開いてる。うわ、すごっ。すごい、これ。これは、あ、ドリルマンもおるな。何の戦いや。すごっ。これどっちやろ、スケビデトイレか、こっち側のアジとか、どっちなんやろ。やばいよ、これ。やばい、うわ、ああ、ラジカメラもやられた。おお、あ、なに、え、どっちどっち、え、敵味方どっち、これ。うわ、じゃあね、これ、なんかリーク情報であったキャラちゃん、これ。なんかようわからんやつ、これ。ほら、やっぱりそうや。なんやねん、こいつ。え、パチパチ打てんで。まあ、今回もやっぱホラーテイストか。ホラーかな。怖い、やっぱホラー怖いわ。うわ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 、すげえ。これなんか元になってるキャラあるんかな、なんやろ。うわ、すごい。うわ、いくわ。あ、やばい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 。来るで来るで。絶対絶命。うわああ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 あ、ちょっと登場シーンかっこよすぎやろ。うわ、すごっ。めっちゃ体ごつなってるやん。えぐい。あかんて。うわ、なにこれ。これな、何運んでんねやろ。なんやろ今の。ちょっとこれまた考察やな、後で。あ、なんか連絡来て飛んでいったで、今。ほう、なにこれ、怖っ。これもう子供見られへんで。怖すぎて。誰これ、怖っ、不気味。サイエンティスト。誰これ、めっちゃ音怖いやん。うわぁ、ペニーワイスや、イットやん。ピエロもおる。うわうわうわ、いや、本格的にホラーなってきたで。これ何、スケビデトイレとこのホラーのキャラクターたちが手組んだってこと。おいおい、もう子供怖くて見れへんて。いや、これ、ドムスタジオさん、クロックマンシリーズ一気にホラーテイストにしていくつもりやね。ここ最近有名なホラー映画のキャラクターをスケビでトイレ化させて登場させてるな、思ったら、ついにイットのペニーワイズまで出てきたで。これは今後の展開がほんまに予想できへんくなってきたんやけど、まあまあ、それもね、あるとして、もう一個はアップグレードタイタンカメラマン。首ビヨーンってなるな、人形の後ろに花火と共に登場して、その今回エグかったで。口にさ、銃バーン差し込んで、ボカーン、チーバシャン。これもお子様見れる？いよいよドムスタジオさ、本気出してきたなっちゅうところでね。まあ、今回は考察という考察はなさそうなんやけれども、一個気になったのがあのトラック。これ何運んでんねやろ。で、これ私なりに色々考えたんやけど、これタイタンドリルマンの
ドリルちゃうかなと思うよ。なんか形的にも似てるのと、あともう一個、冒頭で一瞬だけ出てきたモニターにドリルマンからのメッセージで援護をしてくれって書いてあったんよ。ってことはおそらくここはドリルマンたちのアジトで、この前首だけスパーンって抜けて体なくなったタイタンドリルマンの体を新たに修復してるんよね。でそこをスキビディトイレが襲ってきて、ああいう形になったんやけど、多分これタイタンドリルマンが近々またアップグレードされて出てくるんじゃないでしょうか。てな感じでこれからのストーリーがまたまた楽しみになるところなんですけれども、今回18話はここで以上となりやすと。でまたこの後1個おまけ映像としてね、最近私ハマっておりますクロックマンシリーズのショート動画にある NG シーンやね、これをいくつかまた溜まってるのでみんなと一緒に見て終わりたいと思います。ぜひ皆さん最後まで楽しんでってくださいということで、最後まで見てくださった皆様、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあ今回は15話にあたる未来からクロックマンが来たストーリーの NG シーンから見ていきたいと思います。はい、始まりました。あ、これタブレット渡すとこね。はいはいはい、これ好きなのよ。あ、逆向いてんちゃう。ゆるいなー、ゆるいな、この感じええな。はい、あ、これもあれ一緒やね。15。おお、なんかさ、結構この恋愛関係がすごいのよ。このクロックも。あら、テレビウーマンからアプローチ。はい、次これが16話や。あの、バケモン出てきたやつ。これこれこれ、あれなんか、あれなんか、顔塗られとったで。おお、あ、羨ましいわ。うちも、出たいわ、スキビート。なんか言ってたわ。何言ってた今。なんかこう映画撮ってるみたいな感じかな。はい、エリートクロックマン。これ前作。あれ、何今の。おお、消えた消えた。あー、またまた、すぐ恋愛に持っていく。これ。カメラマンはテレビウーマンのことが好きなんかな。あれ、どれ誰のこと好きなの。わからんようになってきた。はい。あ、これ音出しちゃあかんとこな。あら、あれ、これは NG やね。あ、はいはいはい。これね。おう。なんかしない。なんなんこれ。いや、終わり？じゃあみんな、ご視聴ありがとうございました。おもろ。チャンネル登録してね。